皆さんおはようございます。マーティンダーのみやーよぼい。キングタケです。キングタケの P リーグ愛。えー、イギリスボール、あの、小林三兄弟のチャンジマッチ。その中で小林あゆみさん。過去の話をしながら、話します。過去に、確か P リーグ5年前の P リーグの主力8月、ジャンケンポンでよし対決小林あゆみさんが優勝した試合です。あの時、ジャンケンで私、優勝したと思ったんですが、後から映像を見て、後出しか発覚しまして、そこにトラウマとなってしまいました。結局、1回戦負けしました。はい。確かに、そのトラウマ、うん。 覚えてます、当時のことは、もう、小林あゆみさんは、何とか覚えてくれてよかったと思いますが、もう、あれはもう、思い出したくないというか、顔も見たくない相手だそうです、私にとってはね、はい。そして、去年、P の収録で、誤ったが、しかし、空気読んでくださいって言われました、はい。そして、おととい、まあ、昭和の日です、はい。P、あの、小林あゆみさん、お会いしました、やっと、YouTube で、あの、ジャンケンボールでよしスタイクやって、まあ、結局、 真剣勝負で負けましたが、小林あゆみさんには本当感謝です。ありがとうございます。それで、小林あゆみさんその試合をきっかけに和解しました。ファンの皆様、申し訳ございません。でも、和解してくれてよかったです。小林あゆみさんとはまあ、苦手でなくなりました。そこは褒めてください。以上です。バイバイ。